ホシモティックのさ、あのゲストのダンスレッスンとかで、あの、あったりとかも、はい、しますしね。え、それでさ、聞いてくれよ、みんな。あ、そうだわ。ホシモティックのダンスレッスンがあったわけよ。あの、その時に、レッスン終わりにみんなでご飯行こうってなったの。で、ご飯行って、焼肉行ったんだけどさ、スイちゃんが全部おごってくれた。太っ腹すぎやろと思って。スイちゃんだって、9人だよ、9人。9人分おごるって、すごくないか？いや、ありがたいですよ。さすがっす。ありがとうございます、スイちゃん。スイちゃん、パイセン。パイセンじゃないけど、あざっす。そんな感じだったね。で、なんか、いろいろ話してたんだけど、なんか、祭りの壁とかを話したっけ？祭りが、ネレチとかだったかな。祭りの壁について喋ってたら、なになに？みたいな、みんな入ってきて、一同ドン引き。祭りの性癖を聞いて、一同ドン引きしてました。そんな、嘘でしょと思って。ドン引きしてたね。トワチンとか悲鳴上げてたよ。キモーイ！って言ってた。なんでなんだろう。共感してくれる人いなかったよ。なんか、好きな人が例えばできます。何でも食べれるよねみたいな話をしたの。なんか、血液とかもいけるみたいな。あ、余裕余裕みたいな。じゃあ鼻くそ食べさせようとしてきたらどう思うみたいな。あ、別になんとも思わんよみたいな言ってたら、みたいな。悲鳴です、みんな。悲鳴を上げてました。かさぶたとか食べたいけどね、全然。とか言ってたら、もうみんな、もう、キモーイみたいな。それも愛だろうがよって感じだったんですけどね。マジでみんな分かってくれてなかったわ。そうなの。なんかそんなことがあった。めっちゃ惹かれた記憶しかない。これくらいしたくないみたいな。そうそうそう。一番惹いてたの誰？トワチンかな？割と、と思ったのが、ネネチが割とガチで弾いてたね。ネネチが、すごい顔してた。あと、アキロゼ。ネネチは、ネネチは弾かないでよって思ったよね。祭りからの愛はダメだったみたいですね。まあ、そんな感じです。